番くじ、スヌーピーのチーズ&チョコレートフォンデュを開封します。まずは説明書です。でこれがチーズやチョコレートを溶かす鍋ですね。ここにこうやって入れてパクって、この中にちょっとレシピも付いているでしょう。説明書と温度、ここに一応チーズフォンデュのレシピとチョコレートフォンデュのレシピが載ってます。よし、ではやっていきます。作っていきます。チョコレートを細かく刻んでいきます。もうちょっと細かく切りますけど、ちょっとチョコレートが飛ぶのでね。の方にはチョコレートを5枚使ってチョコレートのみで作るやり方が書いてあるんですけれども、私は今チョコレート3枚刻みました。でここにちょっと牛乳を足して作っていこうと思います。ここのくぼんでるとこは違うか、あれ、あ、そうそう、ごめんなさい、ここの内側に少しカーブが出てるところがあるので、そこにこの鍋の、この鍋はへこんでる方なんですけど、外にね、そこを合わせてセットします。でヒートにしてチョコレートを溶かしていきます。ここに温めた牛乳も入れて溶かしていきます。では溶けてくるまで少し待ちますね。途中経過です。だいぶチョコが柔らかくなってきましたので、このままもう少し溶かしていきます。はい、では3分ぐらいでもうここまでトロトロになってきました、チョコレートの甘くていい香りがしてます。ではツヤが少し出てきましたので、これでフルーツを絡めていきたいと思います。チョコレートが溶けたので、ヒーターを保温に、真ん中のところが保温なので保温にして食べていきます。ではでは、やっぱり最初はイチゴいきます。たっぷりつけました。ではいただきます。美味しいです。ではバナナ、
きちゃったチョコバナナです。うん、美味しいですね。うん、とっても美味しいです。あのここのイラストにもビーグルスカウトでスヌーピーがマシュマロを焼いていますので、私もマシュマロをつけていきます。トロトロ、うん、うん、美味しい。うん、チョコレートは幸せな気持ちになりますね。皆さんも初めに作った量だとちょっとチョコレートが溶けててもこう硬くて あれだったので少し牛乳を足してもう少し伸びるようにしました。その辺は皆さんお好みで作ってみてください。